こんにちは、リトラリンクさんの、協力のもと、与論島に来てます。サッカー少年と一緒にサッカーしながら、こういう与論の良さを皆さんに届けたいと思います。こんな感じですけど、めっちゃはしゃいでます。頑張ります。はい、お名前なんですか？はい、この合宿どうですか？どこにいますか今？与論島ってどこにあるんですか？知りません。知りません。あなたはどこの人ですか？日本に住んでいます。日本に住んでるんですか？そうですか。大人になったらどうなりたい？普通の人間になりたい。普通の人間。お、例えば誰ですか？サッカーが上手い。はい。大人になりたいですか？はい。多分普通じゃないですよ、その人。いいですよ。そうですか。じゃあ頑張っていってください。はい、はい、頑張ってね。はい、はい。お名前を教えてください。村染ダイヤです。ここはどこですか？与論島です。与論島とは鹿児島県ですか？はい、はい、初めてですか？初めてです。はい。サッカーは楽しいですか？大好きです。なんでですか？好きだからです。鹿児島の有名な方でサッカー上手い人誰ですか？大迫塁選手。はい、遠藤さんですね。はい、違います。安人さんですね。はい、いや昔。はい、昔そうですか。はい、じゃあサッカー楽しいですか？大好き。うん、楽しいです。続けますか？ずっと絶対続けます。プロになりますか？はい、なります。じゃあなってください、はい、楽しみにしてます。はい、はい、頑張ってね。はい、はい。お名前を教えてください。池田優さです。何もありません。ここには何しに来たんですか？サッカー。何年生からやってるんですか？幼稚園生3年生。お、今何年生ですか？新3年。新5です。お、好きな彼女の名前を教えてください。いません。いません。はい、嘘です。いません。はい、ちゃんと言いなさい。いません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 。好きなスポーツは何ですか？サッカーです。お、好きな選手は誰ですか？わかりません。はい、遠藤康人ですね。はい、はい、それは強制的に言いなさい。はい。将来何になりたいですか？サッカー選手になります。お。どこ出ますか？やばい、あの人の名前を言わなきゃ。誰ですか？誰ですか？サッカーです。サッカーの？誰みたいになりたいの？遠藤ゴーチ。遠藤。遠藤守コーチ。誰だこいつ。まあそれでもいいです。遠藤やっていいよ。じゃあこれからもサッカー続けてくださいね。はい、はい、じゃあボール蹴ってこい。イエー、走れ。走らない。はい、次。はい、こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。山口天翔です。はい。内村優心です。北野凪人です。はい、どうですか与論は？楽しいです。与論の人たちはどうですか？優しいです。優しいです。みんな優しいですか？はい、はい。大会はどうでしたか？負けたけど悔しかったです。負けたけど悔しかったです。一緒です。負けたけど楽しかったです。はい、じゃあまた来たいとは思いますか？はい、思います。どうですか、海外に挑戦する意欲ありますか？全然ないです。ちょっと無理。ちょっと無理ですか？韓国もダメですか？無理です。無理です。なぜですか？無理です。なんでですか？自分じゃダメだと思うからです。誰が決めたんですかそのことを？自分がダメって。自分です。そうですか。はい、多分大丈夫です。はい、こっから多分3日間ぐらいかければどっか行ける、泳いで行けるので、これ終わったらすぐ行ってください。はい、はい、すぐそこ海ありますね。はい、ちょっと、はい、じゃあ泳げますね。はい、はい、本当に行きなさいよ。はい、
はい、じゃあ沖縄で待ってます。はい、じゃあはい、頑張りましょう。脱いで脱いで行くんだろ。あっちが上、無理。はい、ゴー、走れ。あきさん、よろんからお帰りなさい。帰りました。どうでした、よろん。いや、最高。何が最高だったんですか。いや、もうもちろんサッカーの話ももちろんあるんだけど、あの自然と触れ合いながら、あのサッカー以外のことも楽しめたんで、本当に良かった。アキさん、世論でどんなことを感じましたか。やっぱ自然がすごいいい。マジで行った方がいいと思いますよ。子供たちはどうですか。もう本当自然と触れ合って、まあ、サッカーはもちろんなんだけど、それ以外こう砂場でこう遊んだりとかめちゃくちゃ楽しそうにやってて、いやいいよ。なんか、まあ、サッカー教室、今回このさくらとしてお手伝いさせていただきましたけど、今後どんな風にしていきたいですか。もう本当にこんなに盛り上がると思ってなくて、でやっぱりいろんな子たちがこう触れ合う機会とかがあまりやっぱ少ないのも あったんだと思うんだけど、ほんと楽しそうにボール蹴ってるし、あの能力高い子もいっぱいいて、あの引っ張ってきたいぐらいの選手いたから、あのすごくこういい大会になったと思います。今後なんか鹿児島でどんどんこういうことをやっていきたいななんて思います。もう本当離島をどん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 回って、もうお金が続く限りこう離島を回っていこうかなと思って、あの帰ってくるかどうかわかんない。ポケットマネーで。ない、そんなお金はありません。どっかの企業さんにお任せします。でもなんか鹿児島のね、あのサッカー少年たちに、サッカー少女たちにいろいろ伝えたいですね、うん、やっぱりサッカーっていう素晴らしいスポーツがあるんで、ちびっこから、まあ、年配の方まで今すごい人気があって、やっぱりみんなでサッカー界盛り上げるような活動を鹿児島から、あので離島からももちろんしていきたいって思ってる。 手助けがねできればいいかなと思ってるかな。ご覧になってる方へメッセージお願いします。まあ僕としてはこのチャンネルに、あのなんかどけやりなさいみたいなのはちょっとやってなくて、あのじわりじわりどん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 ビッグになろうと思ってるので、あのこんな感じでやりますけど気持ちはめっちゃ入ってるんで、日本のサッカー界、鹿児島のサッカー界、特に鹿児島界を盛り上げていきたいんで、サッカーだけ以外もあのやっていきたいと思ってるんで、あこれ言えば何となく分かりますけど、見てる方はね、どうすればいいかは。はい、ゆるりゆるりやってるんでよろしくお願いします。はい、これからも頑張っていきましょう。頑張ります。ありがとうございます。